では練習をスタートしてください。そしてこの試合の解説は長崎アンバサダーの吉村貴晴選手にお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ケニーさん、さすがなのブレブレっすよ。はい、もう、あの、勝手に回っちゃってるんで、でも、あさっての方向を見てますよ。どうしましょう。バッケ行きました。あ、でも、やっぱ、修正できる。バッケやりたいな、バッケ。あ、イエス、イエス、イエス。いや、向こうに行けるの。俺、何と対峙してたの。それでは、クラブ選手、車椅子のクラスの空卓球の動向を教えてください。はい、車椅子の卓球のルール一部、現状の卓球と違うところがあるんですけれども、いいも出してこないよ、まだ。それは、まあ、サーブを試合前に戻っておかないというルールがありまして、はい、まあ、そこさえあのエンドライン、まあ、お腹側のですね、ラインのお腹側のところのラインを通過すれば、ラインだったら現状と同じ卓球のルールで分かっていきます。斉藤選手の持ち味はどんなところですか？はい、斉藤選手は片面に芋高を使っているんですけれども、試合中は今すごく反転をしてこうくるくる回して戦うので、すごくこういやらしいボールを送ってくるのが徳島選手かなと思います。はい、斉藤元気選手はクラス4の国際クラス別空から卓球選手権で優勝しています。ですから、全日本チャンピオンということですよね。そうですね。はい。どこ立ったら全日本チャンピオンください。準備はどうでしょうか？バッチリです。バッチリですか？では、第1試合、ラブボール、スタートです。ヒロミ選手、松原選手がいきなりハンデで、スタートもらっていいですかって。じゃんけんで決めてください。真面目だな。ありがとうございます。さすが。優しい。元気ありがとう。それでは松田選手のサーブから始まります。お願いします。サーブから。フォー！皆さん、レッドです。なんで？今、横サイドライン切ったということですか？いうので、今のサーブはレッドになります。どういうこと？どういうこと？サイドラインをサーブの時に切ってはいけないんですよ。ここだけ、はい、だから短いサーブということは、台の中で2バウンド、3バウンドさせないといけないですよね。してはいいんですけど、最初にコロコロコロって転がって、エンドラインを転がってそうですね。なるほど、なるほど。レイザーさっき練習してました。しっかり解説されてましたよ。サーブミスにはならない。はい。あ、何回でも出して、何回でも出してもいいです。だから審判に怒られます。それも作戦の一つかもしれませんね。やぼーロングサーブ、いいラリーに立っています。ストップです。
こういう車いす卓球ならではのコースだと思います。はい、吉村選手すごかったですね。今すごかったですね。あの手足が届かないですね。カモン、リラップ、よし、強打に来ましたか。オーバーです。すごい、バズリー、皆さん大きな拍手をお送りください。よろしくお願いします。これがどこに出るかですよね。なんで皆さん使う。 Yeah! オープンクソ。
か。申し訳ないです。ケンジさん、ナイス最後。ありがとうございます。ここからだよ。待ってください。ナイス。うわ、めんどくとだ。厳しいコースくると思うんで、やっぱ奥が深いです。本当に楽しかったです。はい、ありがとうございました。